って調子には乗っておりません。奇跡的に3日連続奇跡的ではございません。やる気があって配信したいなと思いまして配信しております。はい、ありがとうございます。あのね、バレンタイン仕様でもありますので、やっぱね、こういう可愛い仕様の時にするべきかなみたいな。明日都内は雪予報？明日東京雪降るの？明日名古屋は昼から雨だよ。そうなの？雨なんだ。服に朱肉つかなかった。それがついてないんですよ。完璧です。完璧でした。サインと手形ありがとう。ありがとうございます。届くの楽しみにしててください。ヒートテックが見えてる。本当だ。ヒートテック着てる。主肉で赤くなったんじゃないんだ。元からこれ赤いのです。はい。ついてもわからないように。はい。マジで雪降るの？どうなんでしょうね。東京12レースの配当見た。ねえ、見たよ。すごいね。びっくりしちゃった。3連単やばくない？ 1400 万いくらだっけ。だって単勝が何倍だっけ、500何倍、5万いくらとかですもんね。びっくりしちゃった。いちごの刺繍ですか？いちごじゃないです、これ。お花です。はい。実は買ったりしてない。実は買ったってないんですよ。はい。買ったとしてもあの16番人気の馬からはちょっと買えないかな。はい。単勝5万、3連単1100万馬券だもんね。そうだよね。すごいよね。本当に100円が1400万になるんですよ。びっくりだよね。やばい、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと待って、見えない。ちょっと待って、見えない見えない。見えない見えない。ちょっと待って。ちょっと待って。これさ、画面が戻ってこない。ちょっと待ってね。はい、戻ってきました。戻ってまいりました。帰ってきたよ。よかった。焦った焦った。ちょっと何かしらねあるんですよ。遊びに来たよ、ありがとう。爪の間とか取れないよね。そうなの、本当にやばいの。先日笠松競馬場に行きました。おお、笠松競馬場、もう随分行ってないですけどね、走ってるとこ見たいですね、近くで。でもね、平日しかやってないんでね、難しいところあるんですけど、
行きたいですね。大井競馬場も行きたいの。大井競馬場も行きたいです。サイン会って方からお疲れ様でした、ありがとうございます。大井ってどこ？大井は東京？東京じゃないですか。正解。よかった。東京シティ競馬だからね、そりゃそうですよね。大井は中京より広いかも。あ、そうなんだ。中京より広いんだ。すご。でもなんか外観というか、そ近くは通ったことあるんですけど、仲間にはまだ入ったことないので。今日エナタンと姉妹みたいだったよ。確かに同じ色の服着てたから。最近行った競馬場は中京競馬場です。平和島来たことあったっけ？ないと思います。大徳さん、あ、そう、みんな告知だけどね、明日の9時55分、あの中京テレビの9時55分からの、全力大徳さんっていう番組に 7G2 7期生ドラフト2期生が出演するので、ぜひ見てください。はい、そうですね、大富豪は占いというゲームアプリでファンの皆さんが頑張ってくださったおかげで、ありがたいことに、はい、まあ、その番組で楽曲を披露っていう場を作ってくださって本当にありがとうございます。本当に何の曲を披露するかまだ秘密ですけども、ぜひリアルタイムだったり、リアルタイムでちょっと分からないので、この後なんかロキポさんとかで出るのかはちょっとその辺はちょっとまだ分からないので何とも言えないんですけど、ぜひリアルタイムで見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。センターは菅原まやちゃんです。センター菅原まやちゃんです。何踊ったのは何かはまだ言えないんですよ。 K2 の時はロキポあったね。そうなの、 K2 の時ロキポあったから、ちょっとそこは本当に不調ですよね。みんな見えてる？私の携帯もおかしかった。私の携帯も不調でした。見えてるかな？戻ってる？ Wi-Fi ね、本当にね、おかしいんですよ。本当にお願いだから、本当にお願いって言いたい、うん、音が途切れる？ごめんね。ちょっとね、 Wi-Fi ね、本当にね、なんだろう、場所がな、置いてる場所が悪いのかもしれない。本当に、うん、Wi-Fi 切った方がいいかもしれない。本当にそう、気分屋なのね、多分 Wi-Fi、 うちの Wi-Fi 気分屋だから、本当にそう、隣の家の Wi-Fi に繋いでるでしょ。なわけなわけ、こんな電波飛ばんやろ多分。
岐阜しっかりしてほしい、まあ、岐阜は関係ないですけどね、 Wi-Fi がちょっとしっかりしてほしいなって感じですけど、Wi-Fi に 4G でつなぐと切れやすい。うん、なるほど。ちょっとわからないですけど、はい。そのね、Wi-Fi のね、まずね、そのなんかわかんないんだよね。赤ちゃんって手大きいの、手ちっちゃいって言われますけど手ちっさいねって言われますね。電子レンジ つけると弱くなるよ。それはあるある。電子レンジつけたら Wi-Fi なんかおかしくなるから。今日は赤い、今日は赤いです。手が高いって肩凝らない。肩ですか。いや、特には、はい。大人っぽい。ありがとうございます。歯肉はついておりません。よかったです。最近は運転はしてないかなしてないですけど、まあ、運転は自信あります。はい、大丈夫です。下は部屋着ではございません、残念ながら。そう、みなるさんもね、赤い服着てた。今日サイン会してた部屋は暖房なくて寒いんでしょう。もう確かに寒かった。ペーパーになっちゃうよ。まあでもなんか大丈夫、自信はあるから大丈夫。先ほど新幹線でちょろっと岐阜通りました。おお、いいとこですよね岐阜って。ありがとうございます。毎日アイドル2日目というカウント、3日目です。毎日アイドル3日目だから、みんな伊豆に白い服やったから心配やった。確かに、でも着替えてたからね、手が高いでは。画面には2日連続で、本当だ。なんで2日連続じゃないよこれ、3日だよ。カウントどうなってんの、ちょっとあのすいません、3日してるんですけど私。あれ、最近お酒飲みましたか。最近はですね、最近いつ飲んだろう、最後が、最後お酒飲んだのはですね、1、2、3、4、ちょっと忘れました、すいません。けどそのぐらい、忘れるぐらい空いてます。2日目からカウントじゃない、あ、そういうことね。
まあまあショールームのねそういうあれがあるだろうし、あ、なるほどね、1日目は1日目0日目みたいな感じなんや。なるほど。最後にラーメン飲んだのは、ラーメン飲んだのは本当に結構前だと思います。はい、お正月にお酒飲んでないの、飲んでないですね。はい、飲んでないです。でもマジで本当にちょっと飲むぐらいですね。飲むって言ってもおしん元気、おしんさん元気だと思いますよ。今日多分やってたと思うので。何ラーメンだったの、何ラーメンだったんだろう、わかんない。何ラーメン食べたんだろう。カレーはいつ飲んだ、カレーはカレーはもう結構前だな。お姉様お元気ですか、お元気じゃないでしょうか。はいミナルンに会えた、ミナルンさんに会えなかったんです。今日入れ違いだったので。はい、岐阜タンメンではないのね。岐阜タンメンはでもここ最近お姉ちゃんと食べに行った以来行ってない気がするので。はい、ヨッシーになったのはいつですか。うん、なったことない、なったことありません、なれません。あんな可愛いあの緑のあの子にはなれません。ルカさんと何日連続で会ってるの。3日連続同じ仕事でした。牛タンメンまだ1年生で一度も食べたことない、ぜひ食べてみてください。おすすめです。昔高山でトマトラーメン食べたことある。私もなんか食べた気分かるんだよね、トマトラーメン美味しい、美味しかったよね。ひらがなであやめろって打てる日が来るのかな。本当にちょっとね、しなんか申請したいよねヨッシーパスが抜けちゃったかもね。抜けましたよね、もちろん。もうゆうたんめん昨日食べた、うわ食べた、ゆうたんめん本当に食べたい、マジで本当に食べたい。ちょっと今月の目標は牛タンメンに行くって感じですね。はい、スマブラ参戦する。スマブラね全然できないよ私牛タンメンは名古屋にないの。名古屋にはないんじゃないですか、わかんないですけど。あ、そういえばさ、なんか今さ誕生日のさあれ流行ってるじゃん、あの誕生日なんだっけ、誕生日なんかカラーみたいな、誕生日カラーみたいな、同じこと2回言ったわ、なんて言うんだっけ、あ、バースデーカラーだ。そう、バースデーカラー診断ってやつ流行ってるじゃん。私はあのプリムローズイエローっていう色でして、このさなんか英語 とかなこの数字に込められてる意味がちょっとわからないですけど、特徴と色言葉っていうものが出まして、まず特徴はですね、ちょっとびっくりしました。特徴はですね、色とりどりの少女時代を送った無垢な人って出たんですけど、
そうなんですかね私そうなんですかね。でそして色言葉っていうのがありまして、色言葉が愛と友情、好奇心、探求心って、なんかすごいものすごいいいこと書いてるんですよ。めっちゃ嬉しいと思って、本当に。しかも色とりどりってさ、なんか自分の漢字入ってるわけじゃん、そういう感じなのかなみたいな、そう名前通りみたいな感じですよね。合ってるのかな。無垢って意味わかる？無垢ってなんかこうなんて言うんだろう、こうなんて言うんだろう、なんかこう綺麗な感じみたいな、こう何もないっていうわけじゃないけど綺麗な感じみたいなまあそんな感じよね。分かってるけどちょっと言葉にするの難しいな。あ、そう、純粋っていうの、なんて言うの、純粋なんていうの、純粋、そんなもんですそんな感じですよね。というもうぴったりな、ぴったりでしたねっていうやつでした。皆さんもぜひ時間があったらやってみてください。自分はどういうカラなのか。おしりさん緑でしたね。見ました。なんか結構知らない色多くてびっくりした。こんな色あるんだみたいな。ゆきちゃんなんてっていうのやめてくださいよ。群青だよ。群青色ってめっちゃ良くないですか。何その字、なんとか色、わからない、字読めない。自分はスプレーグリーン。なんか綺麗な色。色の種類は腐るほどある。なるほど、まあそうですよね、色って無限にありますもんね私の好きな色ですか。好きな色って言われたら、まあ、でも明るい系の色が好きなので、うん、オレンジとか、はい、明るい系が好きですね。8月17日生まれなんで同じ色です。お、嬉しい。同じ特徴を持ってるんですね。ルカちゃんの調べたね、そう、ルカさんと今日も話したんですよ、その話 でルカさんの特徴を見て、いやこれ絶対合ってないよねっていう、なんか面倒見がいいみたいな、なんかそんなの書いてあって、私面倒見られる方だからみたいな言ってて確かにいいと思いつつも面白いなと思いましたけど。ひどいって書かれちゃった、まあ、冗談ですよ、冗談で。でも意外と後輩に、なんて書いてある？家族とかのメンバーの調べると楽しそう。家族とかってことね。そう、なんかでもいろいろ調べてましたよ、メンバーの。面白いと思って、お姉ちゃんのカラーは見てみた。そう、お姉ちゃんのカラーめっちゃなんか
ターコイズブルー的な、なんかすごい青水色っぽい色してました。本当に今日も配信してる、配信してますよ。バレンタインは何かするん、何かするん、わかりませんわかりません。明日はしますか。明日もできたらしたいなって思います。はい、顔が理想です。嬉しい、ありがとう。明日天気悪くなるらしい。あ、そうなんだ。でも雨って言ってた。確かに。サインありがとね。コメントしてるの覚えててびっくりした。ああ、そう、ありがとう、サイン。嬉しい。毎日アイドル何続くかな、どうでしょうか。競馬で騒いでるとこ見てみたいです。ああ、確かに。いや、私前回馬時っていう番組ね、出演させていただいた時に、まあね、もちろんその放送上そのレースを映してるんで、その私たちのこの見てる表情とかって、まあそれはね、オンエア上には映らないんですけども、カメラマンさんが私の表情をこう抜いてくださっていて、なんか前回ね、金牌で当てた時にちょうどその私の表情を撮ってなかったから、まあ今回は一応ね、撮っとこうっていう感じで、すごいカメラをこう回してくれてたんですけども、その時のそのなんていうの、確かそう、まあその接戦じゃなかったけど、結局まあね、三着の馬が指してれば、まあ私の馬券は当たってたんですけども、まあ残念ながらって感じでその時の私のリアクションがすごすぎて、ちょっとその時のね、映像がないとうまく説明できないんですけども、もうなんか自分ってこんな顔してるんだみたいな、びっくりしました。本当に私やばい、止まりました、ごめんなさい、止まっちゃったけど止まっちゃったけど、まあ、そういうなんかその映像を撮ってくださっていて、それをみんなで見たんですけど、めちゃめちゃすごい顔してて、すんごいもう面白いなって思いましたけど、はい、競馬場でよく見るやつかなそこ、そなんていうんですか、もう膝まずくまではならないですけどね、そこまでのあれではないですけど、はい、いつ公開されますか。これ多分公開されないかな、わかんないですけど、そうですね、軸は当たってたんですけど、ショックでしたね。はい、まあまあ、切り替えていこうって感じで、はい。馬券は投げましたか。投げてないですよ、ちゃんとお家に持って帰りました。はい、ちゃんとお家に持って帰って思い出として残しとこうかなと。刺せ言うてたんかな。いや、めっちゃ多分言ってたと思います。刺してと思いながらはい、多分言ってたと思いますよ。馬娘やってる。あ、そういえば私馬娘のゲームアプリではないんですけど、アニメを見出し始めまして、馬娘めっちゃ面白くて、もう1期2期多分あるのかな、今配信されてるのは。で、今1期はもう全部見たんですけど、今2期の最初の方、東海帝王が出てくる部分を今ちょうど見てるところなんですけど、めちゃめちゃなんだろう、このね、過去の名馬とかがいっぱい出てくるのですごい面白いなと思いますね。なので私すごい、この馬すごいなって思った馬がいて、何だっけ、シンボリルドルフっていうんだっけ、なんかそのなんだっけ、ダービーかなんかのレースを見て、
なんかそう、なんかす、なんて言うんですかね、ちょっとみんな言わないで。そう、2期はまだ見てないので、な、まだ言わないでほしいんだけど、そう、 ルドルフって言うんですよね、多分みんな呼んでるんだよね、伝説の馬。そう、あの馬本当にすごいなって思って見てて、そう、まだ途中なの、ごめんね、まだ見てないのよ、ごめんね。そう、東海帝王のお父さんですね。ちょっとやば、馬娘も狙ってるな。久しぶりにアニメを見て泣いた。すごい感動するんですね。ちょっとまた見たら皆さんに言いますね。アイメロも競馬場を暴走しよう。走っていいかな、私も。ミキは泣く覚悟してみた方が、そんなに、そしたらもう見れなくなるわ。ぜひクマちゃんと競争に、熊崎さんとですか。いやー、足どっちが速いだろうな。分かった、最後注目しておきますね。はい、そう、熊崎さんね、普通に、でも熊崎さん運動神経めっちゃ良さす、いいイメージがあるんだけど、どうなんだろう、分かんない、私足速いのかな、どうなんだろう、もう普通ですよ、私マジで普通だよ。ウマ娘のコスプレはいつ見れますか。いやでも私なんか雰囲気が自分的になんか東海帝王っぽいなみたいな、なんかそのキャラ的にウマ娘見てるかそのまんあれなんですけど、なんかちょっとちょっとなんかわかる、そんな感じしない、自分で言うのはあれだけど、雰囲気的にねっていう話。エゴさんより早いでしょ、もちろんエゴさんよりは早いです、それは。はい、私ゴールドシップ、私何っぽいですか、逆に。みんなさ、なるほどね、ありがとうございます、皆さんの意見はもう大丈夫です。ちょっと大喜利の方にこう寄ってっちゃってるんで、大丈夫です、もう、はい、大丈夫です。とりあえずヨッシーに落ち着くんだよね、きっとね。みんな聞いたのが間違い、それな、本当に聞いたの間違いだ。いや本当に話それてくっていう。
マリオカートにじゃないですよ、本当に大丈夫です、あの車で走るんじゃないんで。風船割り強そう懐かしい、あれ、あ、そう、アイリーがさ描いてくれた絵ね、あれさ正直言って私が似てるわって思ったよ、マジでマジ似てるわって思ったけどマジ似てるわって思ったけど、なんなんあれって思って、ちょっと似すぎてちょっとびっくりして何も言えないと思いながら、まつげの感じが似てた、本当にこれにまつげ生やしただけって言っても本当に良くないわと思って、フォローになってないんだよね、みんな似てても可愛いよって言われてもフォローになってないんだよ、別にグッズ化されるかな、グッズ化されたら買ってくれますか、ワンちゃん、私あのアイリが描いてくれた絵をなんか今年の生誕 T シャツにしようかなぐらい思ったぐらいなんですけどみんな着てくれると思って、あの絵着てくれる、買うよ本当に買う、買ってくれる、あれあれ生誕 T シャツになったら買ってくれますおい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 、着る着るじゃないよ大人気かな、本当にやば、ファンの人は何でも買ってくれる何でも買ってくれる優しさはありますけども、はい、任天堂さんの許可取れた、いやいや許可とかいらないの、あれ全然違うから全然違うんで、許可が下りるか次第とかじゃないよ、 NG とか出ないから、あれに NG とか出ないから、著作権とかあんのかな、あの絵に、あ、なるほどね、おしりさんは去年鬼滅に寄せすぎてねなるほどね、まあちょっと考えておきますね、それは一旦ちょっと持ち帰らせていただきます、はい、それはすいません、持ち帰りします、はい、すいません、今日もズボンも部屋着、今日は普通に履いてます、安心してください、部屋着じゃないです、おしんさんはガムちゃんグッズ化してるですね、かわいいガムちゃん、今年のやつかわいい、まあ、ということでお時間もお時間ということで、皆さん本当にありがとうございました、明日は日曜日ですけど、お仕事の方は頑張ってください、お休みの方はゆっくりしてくださいまあね、もうこんな時間なので本当にありがとうございます、また明日も配信できたりしたいなと思いますので、ぜひ遊びに来てね、遊びに来てください、ぜひ
さて明日は配信あるのかどうでしょうか。あ、ちなみにね、そう今さっき今京都記念って出てたけど、私あのね京都記念やらないかもしれないかな。京都記念じゃないかもしれないですっていうことを言っときます。はい、ということで、そう多分共同通信杯かなって感じですけど、はい、早めに予想くれると嬉しいです。はい、頑張ります。予想自信ある方をやりましょう。はい、わかりました。ということで皆さん、え、てかさ、一個ちょっとまた違う質問していい？もう終わろうとしてね、また違う質問しちゃうんだけどさ、え、ショールーム普通に12時までだよね。あ、OKOKOK、そうだよね、 OK です。まあ、ということで時間も時間ということで。あ、そうなんだ、了解です、ありがとうございます。皆さんおやすみなさい、ありがとうございます。ちょっと待って、やばい。